よいしょ、ジェンキー。タイ、一つ質問をよろしいでしょうか。なんだ。その会議室の食事というものは。ああ、健康的だ。あれを食べ続けたら激しい戦火の中でも驚くほど長寿を達成することができるかもしれん。そんなになんですね。それは。はい、ケーパンです。小麦粉とバレーショが混ぜ込まれた帝国お約束のパン。いや、そんなことは分かっているが、さっき機関は昼食を食べていたな。はい。ではそのケーパンは。おやつです。おやつ。最近何を食べても美味しくて。いや、何を食べても美味しくてとは言っても限度があるだろ。はあ。パサパサしてボソボソして味気のないこのパンが、期間はこれが美味しいと。はい、噛めば噛むほど味が出るので小腹が空いた時にはたまりません。そっか。何か問題でも。期間なら会議室の食事も満喫できそうだ。ん？それにしてもやはりたくさん食べると育つものなのか。どうされました。やはりよく食べることが成長の秘訣なのだろうかと考えていた。そんなに私太いですか。そういうわけではないのだが。実は最近支給された軍服がきつくなってきて。ほう。やっぱり少し痩せないといけないなと。特に魔導使用軍服の胸の部分がきつくて、きつくて。こら、肌は乱れに人前にさらすものではない。でもタイなら別に。まあ、この姿に生まれ変わって長い。今さら女の裸程度でうろたえたりはしないが、機関の周りは男ばかりなのだ。もう少し自覚をして行動したまえ。はっ、申し訳ありません。男というものは見た目が落ち着いていたとしても中身はろくなものではないのだ。統計学的に見てもあれなのに、この外見だからな。注意していてしすぎるということはないだろう。いいな、男は狼、獣だと思っておくように。タイ、一つお聞きしていいですか。ん？タイはそのようなご経験をされたことが。さすがにそれは考えたくない。